スはこの東京ドームに向かいます。あーっと最後は見逃しの三振、高め空振り三振、150打点あるでしょこの時期で。打点ってすごいよ。強ストライク、見送ります。とりあえずストレートですか。どうさせて打つ打ち方、見送り三振。気持ちがね、5番としてやるんですよ。ほうほう。わあ、ここは変化球見逃しの三振です。12本打点18。落とした。イ・スンヨクはスイングアウトです。したがって野手で言いますと2人しかヒット打っていません。落とす。そしてその後セカンドゴロ。そうですね。マックスは149ですね。あっと。失点はね、合格だと思います。そうでしょうね。はい、黒田も力強いストレートを中心に毎回の奪三振ショー。中日打線に的を絞らせません。対する広島先発黒田もハーラー。広島の先発はハーラー、単独トップの13勝目を狙う黒田。スライダーと150キロ台のストレートでヤクルト打線を封じ、ハーラーダービー特待の黒田は途中4者連続三振を奪うなど、ヤクルト打線を力でねじ伏せます。女房役の一発でリードをもらった広島のエース黒田はマックス150。4回から8回までをパーフェクトに抑えられ、なすすべもありません。黒田は8回を投げ4失点と完投は逃しましたが3勝目。巨人打線の前に立ちはだかったのがこの男でした。今シーズンホームランはもちろん、ヒットさえなかなか打たせてもらえない黒田に対して、やっ皆さん、こんにちは。初めまして、日本のプロ野球広島東洋カープから来ました、黒田博樹です。よろしくお願いします。